皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。この動画は中小企業診断士二次試験事例4の分野別解説動画になっています。で、今回のテーマはキャッシュフローと NPV の話です。で、対象となる問題は令和1年の第3問と平成29年の第3問です。で、まあ、NPV についてはほとんどできない問題が多いと思うんですよね。過去何年間か、まあ、10年ぐらい振り返ってみても、やはりこう、これができないとまずいなっていう年ってあまりなかったと思うんですよね。一方で、その、キャッシュフローと NPV がセットになっている問題が多いので、キャッシュフローの部分点で、こう、しっかりこう取ってきて、合格に近づいたっていう人はいるのかなと思います。で、ここ数年の話なのかもしれませんが、この税金の取り扱いがちょっと難しくなっているのかなと思っています。で、まあ、税金の話は基本的にはその PL の話なんですよね。どの期間に税金払うかっていう問題だから PL の話なんですけれども、じゃあ PL で出てきた税金を払うっていう意味ではキャッシュフローも、影響してくるし、まあちょっと難しいですけれども、この税金さえクリアできれば、できるかと言われればちょっと難しいんですが、やっぱり NPV にも影響を与えてくるので、税金の取り扱いには注意したいなと思います。まあ、パターンとしては、例えば、自部門は黒字だけれども、他部門の赤字を吸収した時にどうなるのとか、その逆もあるんですよね。自部門は赤字だけれども、全体利益だから、節税効果見込めるでしょうとか、あとはまあ、繰越決算の取り扱いとかっていうのもあると思います。まあ、それは全て基本的には PL の方の話なんですけれども、それが回り回って CF あるいはこの NPV にこう回ってくるので注意しないといけないのかなと思っています。で、ここまで来ておいて、まあ、誰やねんっていう話なんですけれども、まあ、診断士を持っています。で、簿記検定とかもやってるので、先ほど言ったような会計の話だとか、まあ、税金の話っていうのは結構得意です。で、この動画は、まあ、この動画に先立って過去問の解説動画をしていて、その中でこう NPV とキャッシュフローがこう合わさってて、まあ、いいなっていう風な問題をセレクトした動画になっています。で、まずは令和1年第3問からです。で、第3問は結構辛い問題が出てくるんですけれども、と本問の最大のポイントっていうのは、この全体利益、まあ、課税所得あります、全体的には利益ですよと、課税所得がありますよっていうこの一文なんですよね。この一文があることによって、この赤字部門に節税効果っていうのが発生するっていうことが分かればこの回答に近づくことができます。まあ、どういうことかっていうのが分からない人のためにちょっと説明すると、例えば A 部門がありましたと。で、まあこの売上費用で税前が50度で、まあ、税率3割っていう風に仮定すると税金15出ますよねと。これでとりあえず儲けは計算できますと。じゃあここになんか買収とか あるいは新規事業なんかで B 部門ができましたと。で、 B 部門は、まあ、そこまで成績が良くないから頑張ったけれども赤字でしたよってなった時に別に A 部門だけ考えたら何も変わらないから、これ税金15なんですけれども、合計すると税金が9に変わるんですよね。これ掛け算してもらって分かるんですけれども、っていうことは B 部門っていうのは実は、ま、税金がマイナス6っていうこと、まあ、税金は費用項目だから、だからこのプラス6、利益側にプラス6働いてるっていうことなんですね。これ赤字のまあ節税効果っていうふうに言ったらいいと思うんです。まあ、これに気づければ本問はある程度できるのかなと思います。NPV は厳しいかもしれませんが、このキャッシュフローは、答えたいなというところです。
ここからは金額で解説させていただきます。でこの表はここの設問にある表を、まとめたものです。ここのここまでですかね。この税前のところまでは基本的には問題文にあるものをただ数字を割り当てただけです。でここで着目してほしいのはこの左の数字の 2.1 っていうところなんですよね。この 2.1 がマイナスになる、プラスに働くっていうところで当期純利益が7から 4.9 に変わるっていうところ、ここがこの問題のポイントだし、これができてなかったら NPV とかもできなくなる可能性もあり、これから以降の話ができなくなる可能性もあります。で逆に言うと2期から5期についてはそんなに難しいことをやってくれっていうふうには言っていません。だから PL 作ってキャッシュフローを作るっていうそれの繰り返しなんですよね。ただ数値が毎年違うからちょっと細かくなりますがっていうところです。で第3問の設問1の答えはここになります。この下のところになります。 でこれを使った上で解かないといけません。で回収期間法については、ここの数字を使うことになるんですけれども、このあたりかな、このあたりで回収できるんじゃないかなっていうことになります。なので足していって、このあたりで回収できるから回収期間法で簡単に計算をすると。もし回収期間法がわからないっていう時はしっかりこの問題じゃなくてもいいんですけれども、もうちょっと簡単な問題でこういうふうにやればいいんだねっていうことを分かるようになってもらえばいいのかなと。一方 NPV はこういう感じになります。でキャッシュフロー、割引後のキャッシュフローは 32.6311 って計算できた後で20投資するから 12.63 になりますと。で本問では聞かれてはいませんが、回収期間は回収期間法で言っても第5期までで回収できるし NPV もプラスだから、もしこれがやるべきかやらないべきかって言えばやるべきっていう答えになると投資になりますと。で次の設問3なんですけれども、これかなり難しい問題になります。だからこの第3問についてはなんとかそのキャッシュフローの赤字の節税効果が分かって設問1、設問2ができればもういいのかなと。過去問を振り返るっていう意味でもそこまでで十分なんだと思います。ただ、そういうわけにもいかないので解説をします。でこの設問3っていうのはまた過程が複雑になっていて、でその算定するためのポイントとしては、一定の割合で原材料と労務費が減少しますと。だから利益側に働いてきますと。その利益が出るためには減価償却が必要な固定資産投資をしなければなりません。要はその固定費をかけて変動費を減らすっていうことなんですよね。じゃあその1と2を踏まえた上でどうなるかっていうと、この毎期のキャッシュインフローっていうのはこれで計算できるっていう、ここまでたどり着ける人がどんだけいるかわかんないですけど、ここにあとは数字をはめていくだけなんですが、それがまた難しいんですよね。文字が小さくなるので表をでかくします。でこれ何ができればいいのかっていう話なんですけれども、これすらこの問題からたどり着くっていうのは難しいんですけれども、つまるところこの一番下のちょっと文字のでかい数式なんですけれども、これが解ければいいんですよね、簡単に言うと。でこの 30-
20っていうのは設備投資の差になります。だからこの 70.342x プラス 2.598 が10よりも上回ればいいんですよねと。逆に言うとその10を上回るような変化率っていうのはどんなもんですかっていうのがまあ答えなんですけれども、でその答えにたどり着くまでに1期目から5期目までのキャッシュインフロー を計算します。だからこの 70.342x プラス 2.598 っていうのはこれキャッシュインフローの話になります。でそのキャッシュインフローが各期で計算したら必要な要素っていうのがこの左側に出てきているんですよねと。まあ、原材料とか労務費とかの合計があって変化率をかけると。でそれ得するんだから税率をかけなダメですよねっていうのが分かるかどうか。逆サイドで減価償却っていう要素を忘れずに、減価償却は逆に節税効果があるから 0.6 ポジティブな要素になりますよねと。非現金支出項目やけれども税金を減らしてくれるからっていう。でその2つの項目にこの現在価値の係数をかけていくんですよね。でこのここの数値だけ説明すると 16x×0.7 かける 0.952 が 10.662 なんですよね。それと節税効果の 0.6×0.952 を足すと第1期のキャッシュインフローになると。でそれを5回繰り返すっていうことなんですよね。非常に難しい問題です。これができたかできてないかで合否が影響するようなものではありませんが、逆に言うとこれを見た瞬間にこの本試験だけ考えたら、まあ、スキップできるかどうかっていうのがまあ問題になるのかなと思います。で具体的に答えを示すと、まあ、10.52% なんですよね。 10.52% 減ったらこの設備投資はやるべきやっていう答えになります。非常に難しいですね。僕も実際解いたんですけれども、そもそもこれ何すりゃいいんやっていうことすら迷ってしまったことのところなんで、やっぱ難しいなっていうふうに感じます。まあ、続いて平成29年、まあの第3問です。それで NPV は基本的にはまあ回答できないんですけれども、本問はこの初年度の処理が結構複雑で難しかったんですよね。だからここを中心に聞いてほしいなっていうふうに思います。一方この答えるにあたってこの毎期のキャッシュインフローが出てくるんですけれども、この問題では差額を答えろっていう話になって、これはひょっとしたらできるかもしれない、ある程度の能力があればできるかもしれない。ただ差額を求めるっていうことは2個この対象を作らないといけないので、まあ、それはそれでやっぱり難易度高いんだろうなっていうふうに思います。で、ここから説明するパターンなんですけれども、基本 PL を作ってキャッシュフローを作るっていうふうになっています。ちょっと表形式になっているので文字小さくなるんで画面大きくします。一つ目のまあこのスライドなんですけれども、これが旧設備の話になります。ここ旧設備なんですけれども、で、まあ、旧設備の、PL を5年分作って、そこからキャッシュフローを作っていくっていうことになります。でこの赤く引いてあるのはこれ NPV とかで使うんですけれども、実際の問題としてはその初年度のキャッシュフローの差額はどれでいくらですかっていうのもあるので、まあ、ここの第1年度も結構重要なポイントになります。でこれが旧設備です。もうおそらくはもうスクショかなんかしてもらった方が早いと思うんですけれども、これが旧設備の話です。で
次に、まあ、取り替える話になるんですけれども、ここで一つすごい難しい過程があって、でこの除却費用なんですけれども、支出は機種なんですが、損益処理は期末なんですよね。ここが非常に難しい問題になります。もうなんだかんだ言ってこの支出は第一期の機種にあるっていう前提なんですが、これが非常にこの問題をややこしくしています。これさえなければもうちょっと簡単な問題になってます。もうちょっと答えれる人が多かった問題になると思うんですが、じゃあ実際どうなるかっていうのを見てみると、これが、まあ、新設備の方なんですけれども、先ほど言ったところっていうのはこことここに出てきます。でどういうことかっていうと、どうこっちかな、こっちのここの費用については初期支出に入るんですけれども、じゃあ税金計算をしたりするときにはこの PL ではその第1機種だから、その第1機の費用になるっていうところに気づけるかどうかなんですよね。これを言ってもなお難しいなって思う人はいると思うんですよね。だから支出は機種やから割引計算をしないっていうことなんですよね。ただその税金計算は期末にするから、その一会計期間の1年間のキャッシュフローとしては税金を考慮するっていうところなんで、ここに気づくかどうかっていうのが非常に難しい問題です。本当にここですね。まあそのこれに気づくかどうか、まあ、これを気づいてもなお計算量が多いのでできるとまでは言いませんが、こういう問題です。でキャッシュフローは NPV で使っていくんですけれども、第1年度の話もあるのでここも重要になります。もうここスクショしたらいいと思うんですね。その上でこの設問1に答えるためにこの必要な部分を抽出していきます。まあこれがもうその答えの全容なんですよね。で現金支出と減価償却はその項目分けましたけれども、実際答える段に至っては90っていうふうに合計しないといけないし、ここの青の部分っていうのが先ほどの、まあ、2個のスライドで見せたところのこの青の部分に対応するところになります。でこの下は赤の部分に対応するところになります。まあ、この問題をはその NPV の中でも超難問ですね。なんでかっていうと、まあ、2つのことをやって差額を出さないとダメやから、2つ計算がいるとか、その2つとも合ってるっていう前提じゃないと次に進めないっていうので、まあ結構難しい問題になったのかなと思っています。ここができて初めていろんなことができるようになるんですが、で設問2はまあこれを使って安全性や収益性でどういうふうに判断すべきですかっていう話なんですよね。でここができないから基本的にはまあまあ無理なんですけれども、指標としてはまあ回収期間法っていうやつですよね、を安全性で考えればいいと。で回収期間が何年やっていう話になると、先ほどの作ったやつで、まあ、やってみると、1,2,3 どうやらこの辺りで回収できそうやっていうところで 3.31 年になります。じゃあ NPV は何なのっていう話になった時に、さっき出てきたやつ、差額取っていったその、まあ、ここの差額を使うんですよねと、それと原価係数かけるんですよね、現在価値の算定でいくと、まあ、ここなんですけれども、むずい問題ですね。だから
そもそもこの差額だけ与えられたとしても結構難しいので、差額から答えろっていうところで、やはりこの問題は相当難しい問題になるんだろうなと思います。ただまあなんだかんだぐちゃぐちゃでもいいから、とりあえず採用するっていうような、まあどっちから考えても採用するっていうのが答えになります。まあ、診断士の問題で何かしますかっていう話になった時に採用するっていう問題が多いので、とりあえず適当でも回収期間と賞味現在価値を、まあその回収期間やったら5年以内、賞味現在価値やったら1以上にして採用するっていうふうにしておけば、まあ何とか切り抜けられたかなっていうふうに思うんですよね。もうほんまに部分点でどんだけ取れるかっていう、現場で言ったら部分点でどんだけ取れるかっていうような問題です。落ち着いて解いたとしてもやはり厳しい問題です。いかがだったでしょうか。まあ、この2問とも、まあ、レベルは高くて、特に NPV についてはおそらくはまあできなかったとしても合否に影響はないんじゃないかなっていうふうに思います。というよりもむしろどの年度もまあ NPV についてはできなかったとしても、まあ、NPV の部分についてはできなかったとしても合否にあまり影響はないのかなっていうふうに思いますが、合格した人っていうのはおそらくはその前のキャッシュフローについては何らかできた人なんだろうなっていうふうに感じています。なのでキャッシュフローについては最近総合問題が少ないので、こういう形で聞かれると、だから営業キャッシュフローのとこだけですよね。少なくともキャッシュフローはできるようになりたいところです。で今回の動画以外でも過去問の解説動画もやってますし、この30日完成ってやつの動画も有料ではありますがノートで提供しているので、概要欄のリンクから行ってください。 ご興味があれば概要欄のリンクから飛んでください。今日の動画はここまでです。やはりその NPV って、まあ、僕がっていうのもあれですけれども、その過去問を見ていてもやっぱ難しいなっていう問題が多いんですよね。で計算もまあ難しいんですけれども、その過程というか、そのなんていうんですかね、条件とかも難しくて、指示も曖昧でっていうのがあると、やっぱりこの受験生泣かせな論点なのか、でもまあみんな避けては通れない道なんですよね。全切りにするかっていうとしてもいいですよとは言い難い問題なんですよね。だからまあNPV については、その期中のキャッシュフローに近いと思うんですけど、期中の、その、初年度と最終年度は難しいかもしれないけれども、期中の真ん中の現金収入額とかを合わせていくとか、まあ、それで合格に行く人が多いのかなっていうように感じています。チャンネル登録、高評価、あとコメントなどがあれば嬉しいです。またお会いできる日を楽しみにしています。さよなら。